今回は短いだと思います。1分くらいかな。ち、調子悪い。あ、あんたさ、あの大きな水平さんのそれの方だろ。何のことだ。俺には関係ないな。知らないね。人違いか。困るんだよね。あの人トイレ、占拠しちまって。宿題の支払いもまだだし。ああ、お泊まりなら。悪いけど、あの人の分も頼むね。あ、出た。おう、クラウド、まだ早いんじゃねえか。入った。やだな、やっぱり知り合いじゃないな。嘘つき。どうすんの？もう休むかい？一泊にあげる。気が変わった。そうですかい。またおいでくださいね。ち、調子悪い。あ、あんたさ、あの大きな水平さんの連れの方だろ。何のことだ。どうしたんだ。聞いてくれます。いきなり大きな水平さんがどかどかとやってきて、トイレ占領しちまって、それきりずっとうなっているんだ。参っちゃうよ。はあ、ああ、お泊まりなら悪いけど、あの人の分も頼むね。おう、クラウド、まだ早いんじゃないねえか。嫌だな、やっぱり知り合いじゃないの。嘘つき。どうすんの？もう休むかい？気が変わった。そうですかい。またおいでくださいね。じゃあ、これ何？扉ね、入れる。何もないか。意味わからん。なんだ、プールをやっている、この人。何もない。おお、今、使用中だ。おお、使用中だ。ああ、入れない。怖いそう。あ、こっち終わりで。だね。何もない。ああ、そっち。こっちも何かある。ビーチか。ティファたち。ああ、クラウド。あれ、見て。あいつは北条、正義の女の子か。正義の女の子か。悪くない長目だな。もうどこ見てんだよ。あそこの男、神羅の北条よ。ふざけてないで話しつけてきて。あいつは北条、あの男、北条か。ね、話しつけてきてよ。ね、話しつけてきてよ。なんだ。よし、こんにちは。はい、こんにちは。へいへい、全部取られちゃったよ。今来た子で我慢すか。でも彼が一緒じゃん。あんくらいなら大丈夫。ねえ、そうだろ。こっち行けない。全部今同じやつだな。よし、海に入った。こっち何もない。じゃあ女の子、まず女の子。あら、何かご用？そこの男に用がある。何を偉そうに
ねえ、包丁博士、怖い人が用があるって。今忙しい。だって残念でした。くくく、わかったよ。騒しいな君は。久しぶりだな、クラウド君。そいつは北条か。なんなのこの人。そうよ、博士なのよ。博士お客さんよ。いや、忙しい。だって残念でした。くく、わかったよ。さわさわしいな、君は。久しぶりだね、クラウド君。北条。たまには、こういうのも、泳いでいる。いいものだね。何をしている？見ての通りだ。日光谷。真面目に答えろ。ふん。私の目的は君と同じだと思うが。セフィロスか。君たちは会えたのか。そうか。ふんふん。ふむふむ。なんだ。いや、ちょっとした仮説を思いついたのだが、君は何かに呼ばれているという感じがしたことはないかな。またはどうしてもある場所へ行かなくてはならないという気持ちになるとか。俺はセフィロスがいる場所なら遠くへでも行く。あいつを倒すために、決着をつけるためにな。なるほど、これはいけるかもしれないな。ソルジャーか、クククうん、私の実験のサンプルになるならんか。うん、なんだ、剣でも抜くか。ぜいぜい、やめろ、クラウド。寝ているか。クク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 。おや、時に君は古代主の娘ではないか。私、エリス、名前くらい覚えなさいよ。ねえ、北条博士、教えてほしいの。私、自分が古代主なのは知っている。母さんに聞いたから。母さん、ああ、イファイル、イファルナか。元気にしているのか。知らないの？死んじゃったよ。ケケケ、ケケケ、そうか。ケケケケ。ねえ、博士。ジェノバは古代種なの。セフィロスは古代種なの。私と同じ血流れてるの。ボンボン。西へ。ボスボスか。ボスボス。ボスボス。これボンじゃないね。ボンボンじゃない。ボスボス、ボスボス作戦ってことは何か隠している。ケケ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 。ガルガルガル、ゼハ、ねえ、答えなさいよ。ダメだ、無駄だよ。終わり。じゃあ、泳いでいるて。うひゃー、立ち消けて。はあはあ、息づき、息すぎ。忘れちゃうだろ。うひぇ、うひぇ、たきやや、忘れただろ。ああ、この人か。お前の友達を呼んでる。君たち、来れる山へ向かおうなら、金の針を買っていく方がいいよ。よく言うでしょ。備えあれば、憂いなし、取らぬたぬきの川山よっては、僕ってインテリ。それだけ。僕でテレ。ここまででいいだろう。10分か。はい、ここまで。よし、今日はちょっと進んだ。あの船の場所進んだね。お疲れ様でした。